電気オですす潤滑剤剤のの種類と洗浄剤の紹介をしますグリススプレーオイルスプレーシリコンスプレー潤滑スプレーなどありますが私はグリススプレーとシリコンスプレーを使用し洗浄する時は洗浄だけするパーツクリーナーを使いその後適した潤滑剤を塗っています。グリススプレーは 車や自転車など屋外で使うものに使用しています。粘りがあるので雨になど当たっても落ちにくいです。シリコンスプレーはハサミやプラスチック、ゴム、敷居などに使っています。 トついいいてて欲しくななものなどに使っています動く。動きが悪くなった時は以前の潤滑剤が固着している場合がありこの時はパーツクリーナーで洗浄してから適した潤滑剤を塗るようにした方がいいと思います。 こちらの付属のノゾルは、私はこのように電線の皮膚を使い、セロテープで固定して紛失しづらいようにと思い、使用しています。電線皮膚じゃなくても、このようにストローでも、ホルダーを付けることは可能だと思います。こうすれば、 なくくるることとは減ってくると思いますあと余談ですが塗料のスプレーなどは使い終わった後は逆さまにして12秒程度空拭きして口を拭き取ってから収納するようにすれば次回詰まっていることはかなり減ると思います。 このような動画を上げているので、よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。ご視聴ありがとうございます。